恵庭南高校空手道部の未公開シーン熱烈ホットサンド Z。 大きい企業に入りたいです。バカがいましたね。個性的な夢を語る部員たち。さらにあの子かわいいわ。お気に入りですね。何になる？職人になります。職人？え、寿司とか？なんか作ります。手に職を作るよ。ざっくりや。なんか作ります。何を作るの？そんな職人って。ガラスか木作ります。ガラスか木作る？どういうことですか？木作らないよ。上で削ります。木削ります。ざっくりしてんね。木削る仕事。将来何したら木削ります。なんだろう、その コップ作ったりとかそういう人？アクセサリーとか違うの？そういうんじゃなくて。そうじゃないです。どういうの？カッカッカッって感じの。わかんない。すごいなんかこういうのとか作りしてる。もうそのグローブはめてるから全くわかんない。ね、こういうのが、いろんなバラエティ豊かな、ね、人が。いや本当そうですよ。はい、小玉さん、夢が叶ったら教えてね。ゼーッと最強空手道部期待の新人たち。1年生で彼は日高町っていうところから、あ、日高、はい、下宿でわざわざこちらに来てる。え、1年生なんですか。なんでここやりたいと思ったの。やっぱりここが北海道の中で一番強い高校で、その先輩方も北海道トップレベルの先輩ばっか集まってたんで、ここで一緒に空手やりたいなと思って来ました。いやー素晴らしいね。まだ遠くから来てます。函館から。函館？カイト、彼は中学校のチャンピオン1年生。彼が1位で彼が3位だったんですよ、中学校。あの全道大会、はい、1位な。はい。なんかひょろひょろしてる。中学時代はもうライバルだったわけでしょ。あ、まあそんな感じですね。ねえ、はい、あいつ負けねえぞみたいな感じでやってて、で高校が同じで、同じ下宿今、はい、今どう、仲いいの？はい、旅行です。旅行。ちょっとこう1位と3位みたいな格差みたいな。あ、ちょっと自分の中ではちょっと。ちょっと張り合って、うん、お互い強くなれる。謙虚ですね。共に歩む仲間でありライバル。いやー青春っていいですね。熱烈ホットサンド Z。